お、マジかよ。ワイプ消します。行くよ。なんかあったらすぐ教えてよ。行くよ。ああ、もう超怖え。しかも、あれだね、森の中だから、涼しいね。何が一番怖い？僕はですね、超怖えよ。いや、これはやばい。これはやばいわ。なんだここ。立ち入り禁止なんかね、ここ、ネットでさっき調べたら、こう立ち入り禁止って出てんのわかる？自殺の名所らしいんだわ。立ち入り禁止があるのわかる？いや、なんかピンで行けだって。和道さんはピンの方が移りやすいから、ピンで行きなさいって言われた。見えない。雰囲気がね、もう森の中なんですよ。金子？え、何今の音？聞こえた？マイク切り替えていい？集音マイクの方がいいよね。今ピンマイク使ってんだけど、集音マイクの方がいいかな。集音マイクにちょっと切り替えてみるね。こっちとさっきの音どっちがいい？今一人ですよ、僕。さっきのマイクとこっちのマイクどっちの方がいい？どっちがいいっすか？さっきのピンマイクの音か、今集音マイクにしたんだけど、こっちの方がいい？ OK。多分ね、こっちの方が、なんつうの、ざわつきとかを拾いやすいんだよね。こっちの方がいい？ OK。今の音何？怖え。スレンダーマンってなんだろう。と臨場感あるでしょ。やべえ、怖えんだけど。すごいよ、誰もいないよ。自殺の名所なだけあるよね。超怖えんだけど。伝わる？この怖さ。うわ、何今の音。誰？誰？いや、これマジで怖えよ。音響くし。何この鉄パイプ。崖じゃなくて森ですね、ここは。森の中ですね。視界がめちゃくちゃ悪い。なんだこれは。これ何？これなんだろう。これ誰かわかる人いる？これ。これ食えるかな？めっちゃ生えてんだけど。
これ食えるの？食えるの？これ。松茸ではなくねえか、うん、ここは桜木神社っていうところっすね。すげえな、野生のキノコとか初めて見たんだけど。食うと大きくなるやつ。あー、やっぱ自殺の名称なんだっけ。あるな。え、見れてる今。ちょっとこっち側切れたんだけど、見れてます？見れてたら教えて。あれ？見れてない。全く？あ、真っ暗なのはライトかな。音は来てる？音は来てる？ライト見れた？オッケー。あ、俺の電波だ。ちょっと待って、今電波障害です。うん、オッケーオッケー。ちょっと待ってね。こっち側の受信の方だ。あ、来た来た。電波障害起こってんな。虫多いし。止まってください。ここはなんか自殺の名所だっていう話だけどね、ロハコさん曰く。俺はちょっとよくわかんねえわ。山火事注意。奥まで来てねえか俺。結構歩いたよね。ああ、調べたんだ。なんか結構ロハコさん曰くすげえ有名なところらしいよここは。怖え。今一人だよ。今一人。どうも、一人です。誰もいないでしょ。うん。誰もいないでしょ。うん。ほら。誰もいないでしょ。ほら。一人でーす。あ、暗くて見えねえ。ライトつけないと暗くて見えないですね。うわ、左側行けって言われたんだけど、ここ行くの？ちょっと怖いんだけど。ここ行くの？え、中じゃん。超怖いんだけど。こん中入んの？やば。ここ行けって言われたんだよね。やば。道、ないじゃん。怖っ。行くしかない。いや、これ狭っ。すげえ怖えわ。やべえな、うん、いや、これすごいよ。しかも蜘蛛の巣が張りまくってるから人が通ってないの分かるね。あんまり。タブク一本くださいよ。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。